はい、こんにちは。ヒコサイモンでございます。このシャツはですね、もう明るくていいとは思って最初作ったんだけど、もうやっぱりそう、これ見ると IS にしか見えないから、やめようかな、どう思いますか？まあ、とにかくこれ、日本ウォッチでございて、はい、よろしくお願いします。さて、今日はですね、ちょっと紹介したいと思いますけど、世の中、僕はなんかいろんな趣味というか興味があって、結局一つはですね、特に YouTube 始めた時にすごい悩んだことは音楽について。実はですね、僕は昔 DJ でもやってて、この衣装には僕の DJ ターンテーブルとかデックとかミキサーとかって、もうビニール、アナログのビニール何枚だっけ、もう1000枚以上、1200、300枚ぐらい持ってて、クラブで主にドラマのベースとか、ブレイクビーツとかヒップホップの、こと、昔なんか東京周りのクラブでも、イベントでもなんか他の DJ 友達集めて結構楽しく、そういうこともして、その音楽を紹介しようと思ったんだけど、でもやっぱりこの YouTube という趣味では音楽とかってすごい問題になって、最初の方からってすぐそういう著作権クレームとかいろいろなったら、今やってられないから、そこの計画を基本的に却下して、音楽たくさんって紹介したいのに、できない。あんまり、最近少しでもできるようになったけど、でもそれでも安全にできるかいつでもわからないからね。そこのやっぱ著作権の所有者の気持ちも気分次第だから、基本的に合ってない。だけど、一つ、その音楽使うためにじゃあ何が使えるかってちょっといろいろ探したら、クリエイティブコモンズという取り組みがあって、基本的にそのクリエイティブコモンズという許諾、ライセンス制度があって、で、これを自分の音楽とか自分のビデオとかに提供しているというふうに言ったら、それは自動的に他人がリミックスして使っていいことになってて、それを見つけたきっかけで、例えばこの YouTube 動画でも使える音楽とか、動画の材料とかたくさん見つけて、すごく助かっていて、僕はなんかその、クリエイティブコモンズジャパンに最近ちょっと時間ほどなくて関わっていないんだけど、数年間でも関わることもしてて、すごく素晴らしいものだと思ってて、興味ある人は絶対ぜひクリエイティブコモンズを確認した方がいいと思います。はい、ただ、最近ですね、いつもクラブミュージックとか、特にそのドラムベースとかビーツにすごく興味があって、で、いつもその音楽聴くのが好きだけど、でも自分のはっきりした趣味があって、で、結構ね、素晴らしく、いろんな iPhone とか iPad とか、どん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 いろんな音楽系のアプリが出てきて、もういつもいつもなんかどん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 音楽を作りやすくなってきてて、で、最近ちょっとハマって音楽作るアプリ、この Korg ヘアソレイターというアプリ、じゃじゃん、これに最近ハマったんですよ。で、これすごく完璧に思うように作れるわけではないけど、かなり広い幅でいろいろいじって、いろんな、もう自分が好きようなサウンドとか音楽が作れる、簡単に作れるアプリで、オーストラリアに飛んでる飛行機の中でちょっといろいろ遊んで慣れて、これを使って最近結構ね、音楽をどん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 作って、そしてその作ってる音楽は全部サウンドクラウド、自分のサウンドクラウドのリンクはこの下にあるんだけど、これ全部基本的にクラブミュージックで、いろんな、レゲエとかヒップホップとかクラブのハウス、テクノ、ドラムベース、いろんなビーツとかいろんなものを作ってるんだけど、すべてが自由に、で、それ例えば金銭料でも、例えば宣伝付きのこの、YouTube 動画でもみんなで自由に使えます。もう自由に動画につけられるだけじゃなくて、リミックスとか、グラフリミックスしたら、もしくはなんかラップとか、なんか一人ラッパーの人は使ってラップを上につけたし、リミックスされてる人もいるし、いろんな人、すでに YouTube では動画 BGM に使ってるって、これ自由にできる Creative Commons のライセンスがついてるもの、すべて。中では自分で言うんだけど、結構いい音楽も作って、結構満足の曲もあるし、だからまず紹介したいのは、自分のサウンドクラウドではたくさん、音楽とか使いたいけど、どこにあるか分かんないものだったら、一応自分のサウンドクラウド聞いて好きなものがあったら全部ダウンロードして使えるようになってるから、ぜひ使ってください。使うこと僕嬉しいです。ただちょっとだけ条件というか頼みがあるのは、使ったら僕に教えてください。なぜかというと、僕は知りたいわけ。それ人を使ってくれるの、僕はワクワクするし、僕はこのビデオチャンネルを使ってもうプロモーションもする。逆に自分の音楽使ってくれると、ああ、ここで僕の音楽使われてこの人を紹介しますってしますんで、ぜひ使ってください。どん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 で、それを教えてください。で、ちょっとこのアプリに関して簡単に紹介したいと思うんだけど、この Korg ってやつですね。一応自分のライブショーでも、英語のライブショーでもいつも最後の方では自分がどうやって作ってるのかっていつも紹介してるんですけど、ちょっと作るプロセスを簡単にこの動画で紹介したいと思います。ちょっと長くなるんだけどね。じゃあまずこれ、新規ニューループ、全部基本的にループのやつで、
で、初期で、もうこれは、赤があって、赤がドラム。グリーンが、パカッションみたいな、でもワンショットのボン、ボン、ボン。これをドンチッドンチッドンチッってなんか決まってるループだけど、で、ここは、例えばコードとか、なんかそういうオーガンのコードとか、そのような音のもので、青いはベース。で、ベースは結構ね、ここは音強くて、もういろんななんかベースの種類があって。実は、まあ、この、緑はトレブルの高い、これデジタル系の、例えば、スーパーカーのなんかアピージオでも考えたらそうだし、でも、もう一つ実はオレンジのやつがあって、そこは、まあ、生の、例えばトランペットとかサクソフォンとかギターの音もなんか、そういうアナログの音でもなんか再現するような音源もあるもので。で、まあ、これを使って、いろいろ、例えばこの黄色のものに関して、このようなメニューでたくさんたくさん選択できる、いろんな違う音があって、で、例えばもうこれはメロディックだから、これは音を出すようにして、まあこれ回ることでキーボードと同じようにできる。で、そのメロディのパターンが、これはスケール、メロディのスケール、例えば琉球の音とか、沖縄の音とか、日本の音もあるし、イジプト系とかブルース系とか、いろんななんか音楽のスケールを使うパターンと、あとそのキーもね、ここで決めることができます。まあ、これによってメロディの音を変換できたり、まあ、これも同じくね、ベースもたくさんいろんな種類があって、で、これも、まあ、これいいね、今の。なんだこれ。イーフルベース。これちょっと使うね。これちょっとドラムベースっぽいけど、でも例えば本当ジャズベースでもなんかそういうものもあると。あとテンポでね、これ初期は 120bpm だけど、まあ、例えばドラムベースだと165とか、ハウスだと120とか、ハードハウスとかテクノだと135ぐらいで、ヒップホップはだいたい90から110とか、レゲエは80ぐらいで、例えばヒップホップ好きなので、108にして、これにしようと。で、ドラムが基本で、ちょっとドラムのところで今、初期でハウスになってるけど、まあちょっとヒップホップにしよう。で、これ、レコードボタンを押して、まあ、もちろんレコードを押してない限りは、まあ、レコードしない単なるパフォンだけど、これは4ビート。はい、今、続きになってると。じゃあ、ワンショットの音。これ、ドラムも、他のものもあるね。どうしよう。これ、ブラストにしよう。これは良くない。もう一回。例えばこれもこうやってどんどん変えることもできる。はい。次はメロディーのところ。で、ベース。まあ、すごく簡単に何もしなくて混んできたんだけど、でもいろいろいじって、いろんななんか狙ったメロディーとかなったりして、これ実は結構音いいんですよね。こうやって音楽結構ね、いろいろすごい集中的に長く作って、綺麗に作ってて、で、このようなことは BGM とか使ったり、できるし、楽しんで、とにかく、最近ちょっと趣味としてもやってますし、そして皆さん自由に使えるんで、そして作ったら僕も Creative Commons ライセンスをつけるようにお勧めします。仕組みがもう Google したら簡単に見つけられると思うんだけど、どんどんどん共有することで、よりいろんな新しいものも作れるし、よりなんか楽しく、この YouTube のホビーとか音楽のホビーは、楽しめるんで、おすすめしますということで、はい、ちょっと音楽とこれ紹介したかったんで、以上で、はい、よろしくお願いします。Peace。